果肉の濃厚な甘みと香りが特徴の宮古島メロン。贈答用としてだけでなく、国内高級デザート店での取り扱いやファーストクラスの機内デザートに採用されるなど高く評価されています。8年前から宮古島メロンの産地化に取り組む島の駅宮古では現在13農家で出荷者協議会を構成し、年間生産量およそ30トン、売上高5200万円を目標に日々の生産に取り組んでいます。生産農家が今年のメロンの出来を PR すると、ザキミ市長が濃厚な風味に太鼓判を押し、官民一体となって産地化を進めていきたいと話していました。